どうメイフェイズのリタです。はい、挨拶して。はい、ドクターリュウキ！いや、ちょっとね、よくわかんないよね、始まりがね。よくわかんない、ね。もうよくわかんないと思うんだけど。どういうことやったなってますよね。そうそうそう。これ、まあ、どっから説明すればいいんだろうな。ちょっと、でかすぎますね、いろいろ。そう、まあ、先日、カズシが西成で1週間生活するっていうゼロ円生活。はいはい。をやって、まあ、先にその動画を見てくれたら、多分繋がると思うんですけど、はい、まあ、こう大阪なんですよね。大阪です。実はカズシがまだ西成で生活してる最中なんですよ、この時系列的に。はい。まあ、その動画はま、見てくれればわかるんですけど、その中で日雇いバイトをして、稼いで、それで生活してるんだけど、はいはい、俺も噂でしか聞いたことないんだけど、やっぱりその西成なんか日雇いバイトとかって、はい、まあ、その日に行ってなんか車とかに実際に乗ってその現場に連れてってもらって働いて、まあ、日当で手を出してもらうみたいな形なんですよ。あ、もうほんまそんな形ですね。やっぱこっちからすると怖いんよ、そんないきなり。まあ怖いっすね。そう、車乗っけられてみたいなそれ聞いた時に、はい、ドッキリできんなと思って。出たよ悪事働いてますね。いや、俺もカズシもその話を聞いた時にさ、それこそリクに相談したんよ、この企画やりたいんだけどみたいな。そうですね、はい。どういう感じなのとバイトの感じとかって、うん、そういう話を聞いた時に、いや怖いなって、その急にしなりで普通に怖いっす、連れてかれてっていう、普通に怖い、実際に連れられてやばい仕事とかあったらどうしようみたいな話を普通にしてたの。はいはいはい。じゃあそれを本当にしてやろうってことですね。なるほど。今回の企画はなんでこれリクがねいるのかっていうのは、今回このドッキリね超絶全面協力してくれた。超絶全面協力しました。いや、ほんとにね、超助かってます。もう、人やら、何から何まで。そう。どんぐらい前、もう半月ぐらい前から。やってますよね、連絡取って。そう、2週間前ぐらいからちょっと。裏で取って。で、まあ、そのドッキリの内容っていうのが、はい、西成でバイトしようとして、車で連れ去られて、その先で、めちゃめちゃやばい仕事させられたら、どんな反応するのか。よいしょおい、言えた。もう、こうするしかなかった。なかった。これだけマジやばいっす。これマジやばいっす。まあ、実際、カズシもそうやって車で連れてってもらって、まあ、まっとうなね、仕事、現場仕事を、はいはいはい、まあ、こう6日間ぐらいして、明日最終日なんですよ。はいはいはい。ちょ、ここで画像貼ります。これです。このチラシです。これね。このチラシ実は僕が作ったんですけど、速攻で。明らか怪しいでしょ。だって日給3万円だよ。やばいっすよね。そう。で、仕事内容が仕分けと梱包みたいな。梱包。で、これを、リクからカズシに送ってもらったんやね、さっき。DM しました。そうそう。はい、DM で、カズシくんと、ちょっと、西成よし詳しいね、友達からこんなのを聞いたんで、面白そうなんで、今やってる生活に組み込んだらどうすかみたいな。うんうんうん。そう。で、カズシも実際撮れ高に悩んでたんで、この一週間。悩みますよね。そう。なんか意外とおもろい絵撮れてないなっていうのを、俺にも相談来てた、内容まで、はいはいはい。で、最終日まで来て、そんな、明らか怪しい、美味しい仕事来たら、やっぱ YouTuber だから乗っかってくる。乗っかりますね、さすがに。で、しっかり乗りましたね。乗りましたね。しっかり乗りました。だいぶビビってましたけど。あ、そうそう。めっちゃビビってたんだけど、なんとかね。まあまあ、なんか、リクがフォローしてくれて、まあ僕の先輩もね、やったことあるらしいんで。とか、ごちゃごちゃ。そう、ごちゃごちゃ適当なまで行って。そしたら、あいつ、あ、そうなんだ。みたいな感じなんで。なんとか。で、その仕事が、まあ実は、もちろん架空で、まあ結構な長いこと車に乗せられて、走った先に、えげつない怪しいガレージに連れてこられて、そこ入ったら、あの、机の上にですね、何とは言わないですけど、大量の白い粉が。白い粉が。いや、これちょっと詰めてって言われるんですよ。これはめっちゃ怖い。めっちゃ怖いよ。めっちゃ怖い。まあもちろん、その白い粉っていうのは、あの、小麦粉です。そこだけはちゃんとしっかり言ってくる。もちろん、あの、その本物でドッキリはやんないから、さすがの俺らも。もう俺もね、結構警戒されてるんよ、正直。もうめっちゃやってるじゃん。でもここでね、大阪で、俺がわざわざここまで来てやるとは思わない。思ってないと思います。そう。さすがにね。俺来てるからね、大阪に。このドッキリのために。いや、この間もキモいですよ。いや、緊張しますね、これ。緊張マジで。これマジで、なんかちょっと車のカメラとかバレたらもう、ほんまにショック受けるね。ほんまにショック。時間も費用もめちゃめちゃかかってるから。めちゃくちゃかけましたね。まあ、というドッキリは、はい。本日やっていきたいと思います。うわっ！というわけで早速、やっていきましょう、タイム。ちょりちょり。あ、ちょり。なにここは現場っすね。ガレージの。すごいね、これ。興奮しちゃったもんね、俺。めっちゃ興奮してる。かっこよすぎて、昨日めっちゃ興奮したもん。まぁ、あ、ちょっとバイクとかを実際に明日どかしてもらって、で、ここの真ん中にちょっと机を置いてね、で、そこに小麦粉をぶちまけとくと。そういうことですね、先生。そうです。わかりました。うん、小麦粉だね。でも、もうここに来たら小麦粉だと思わない。大量すぎだろこれいくら分で。まあこのガレージ入ったのもこれが用意されてるってことっすよね。でこの入れるジップロックとはかりと、これこういう感じで仕分けしてって言われるっていう。
何も知らへんおとんがこれ来たら勝手になんか、まあ一旦前日の夜こんなもんか。でまた明日楽しみですね。楽しみですね。緊張してきた。待って待って、これ絶対持ち帰んないこれ絶対ドンキの袋とかまた明日、明日最終調整したいと思います。そうですね。ということで、結婚日です。今、最終調整をして、またまた、ちょっとむずすぎたね、カメラとか。車中とかもね、いろいろもう、4人で打ち合わせして。そう、打ち合わせして。で、今、その西成の集合場所、三角公園の入り口、はい、に行ってるんだけど、やばい緊張してます。いや、リタ君はもう、むちゃくちゃ綿密に準備してきてましたから。まあ、俺らはね、特に何もしないというかね。そうですね。乗る瞬間捉えて、ネタバラシだけっていう。そう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 。はい、ということで、着いたと。集合場所に。もうすぐ来るね。もうすぐ来ます。やべ、緊張してきたな、急に。これやばい。ここめっちゃピークかも。この辺が集合場所っすね。あ、来た来た来た来ましたね。来た来た来た。合図来たね。あの、車です。に乗ってカズチは連れ去られます。あ、来た来た、カズチ来た、多分。前から歩いてきてるの、そうだ。帽子かぶってるわ。あの、青い、わかる？服。多分ね、ちょうどハイエース見えない。あ、いたいた。あ、あれか。怖え！うわ、怖え！あ、電話してる、電話してる、多分。電話してる。またはドア閉めたら。あ、いた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 ！あれっすよね。カズチ君登場！来たー！こんにちは。こんにちは。お願いします。はーい。適当の10くらいでいいから。はい。乗った、乗った。乗ってますね。ちょっと。乗りました。聞いてるよね。乗ってるね。乗った乗った乗った。あ、行きました。一旦発進した。進みました。よし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 。まあ、さすがにバレてないね、今のは。今のはバレてないっす。うわ、今めっちゃ怖いんやろな。いや、めっちゃ怖いと思うよ。この子？あ、東京です。ほん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 。経験にってことで。ああ、なるほどね。あ、ほんなちゃんと仕事してんねや。そうですね。あ、本当よ。あんな張り紙でやってこい思ったね。バン。昨日出話そうです。超怖がってる。どこら辺止まってんの？この辺止まってる。その辺止まってます。今カズチ後ろから追ってます。まあちょっと説明してなかったと思うんですけど、車入るときに携帯を没収されてます。でしかもその理由が多分まあ打ち合わせ通りだと、あの一応バレちゃいけないとこだからっていうね。はい。位置がバレちゃいけないところだからちょっと携帯預からせてもらうよっつって、はい、携帯も取ってるんで、あの通報の心配はないです。はい。そうこれカズチがビビりすぎた場合通報すると思うよ多分。いやこれね怖いっすもんね。そう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 。でもちゃんともう取ってるんで大丈夫です。じゃあチャイルドロックかかってるんで。あのそう扉も開けられないんでしょ。開けられない。中から開けれないです。やば。中からもなんか車は絶対飛び降りるとかもできない。できないです。そう。兄ちゃんみたいな感じでねその体験したい言うて。はい。仕事をしに来てくれる子とかおるけどね、うん、うちらあんまりその公にできるような仕事じゃなかったりもするんやけど、はい、そうそう、その代わり日給ええからお金ない子とか、はい、そうそうそう、生活費困ってる子ね、一応ね、はい、あの、はい、確認したいんでちょっと免許証だけちょっと見せてもらって、はい、それだけ撮らせてもらっていい、はい、うん、あの写真だけ一応もらったんで終わったら消しますね、はい、はい、待って、その時おい、リカリカリカ危ねえ、危ねえ怖ねえ、ちょっとさすがに危ねえ、皆さん今真横にいるんでさすがにカメラ撮れないっす。じゃあ俺らは先にカメラの準備とかのために小麦粉が置いてあるガレージに向かいたいと思います。よしよし、お願いします。お願いします。一応張り紙に書いてあったように、はい、あのうちの今日の仕事っていうのが仕分け梱包なんですけど、はいはい、基本的に重たいものとかないっす。あ、そうなんですか。うん、重たいものなくて、どっちかというとその迅速に終わらせてほしい仕事なんで、はい、一応今日ね3時から6時に撮ったんですけど、はい、まあ集合ちょっと遅なったんですけど、そうですね、すごいスピードでやっていったんですよ。そうやね、まあまあやってほしいね。測ってもらって、ほんで袋に詰めていう仕事やねんけど、そう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 。いる？その絵。まあここにこのね完全に怪しいガレージ。ここに来てこの中に連れてかれて開けるとね、まあ小麦粉ですよ。ただ小麦粉があるから。じゃあんまりでもさギリギリやったらさ。
て。あれやん、あそこガレージあってるから帰ってくるやつ俺やろ。ちょっと急ぎますさ。帰ってきた、だいぶ具合悪くて、絶対見られるわけないな、これ。あと10分くらい。やばいやばい、あと10分だって。やばいやばいやばい。よし、隠しカメラ、このティッシュカバーの、あとはここ。これわかんねえだろ。カメラ回した回した。 OK、 逃げます。お疲れ、リク。いやいや、お疲れさまあとはもう僕がうらーってだけですよね。そう、なんとかバレてなきゃいいね、雰囲気。いや、マジで、マジで。社内。ちょっと申し訳ないけどね、頼みきりだからね。これは。そう、こればっかりは。俺らじゃできないからね。もう、いつ来てもおかしくないぐらいの感じです。オッケー、オッケー、オッケー。これ僕持ってまーす。作って。あいつ、こんなやつ申し込むな。まず。YouTuber すぎるって。こんなの誰もやんないから。電話して聞いた話によるとめちゃめちゃビビってたらしいですね。時間ってどんぐらいなんですか？仕事内容とかめっちゃ聞いてきたらしくて。まあまあ怖いですもんね。そうそう。まあ適当に。まあ3時間とかぐらいで。まあほんと仕分けするだけ。明らか怪しいから。怪しいよ。仕分け1時間1万円やで。来ないね。もうちょいだな。マジもうちょいっすね。あ、来ました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 、今から10秒後には、あの大量の小麦粉と、いや、そうよ。ご対面ということですね。うわ、そこ見てー、リアクション。これマジ見たいっすね。見たいね。どんな顔すんだろうね。マジ、想像つかなくない？なんか。歌くん的には、かずし君、詰めそうですか？もう、小判で、何としても小判でっていうパターンもあるじゃないですか。もしかしたら。いや、詰めると思う。もう、そのやりとりによるけど、とりあえず、なんとかも早くやって、この場を逃れようって思うはず。変にいざこざ。なるほど。変に、バトルいたいって思わなくない？あの二人。いや、もう、まず勝てないし、逃げれないし。そうそうそう。あんなちっちゃいところ。免許取られてるし、携帯ないし。確かに携帯ないんだ。変えることもそう、できないですもんね。後ろの荷物は、えよ。あ、そこに。うん。あ、おいだけ。よいしょ、よし、オッケー、行くぞ、やるぞ、向かって、よいしょ、うん、そういうことで、一応、こう今ゼロにします、ゼロにします。で、スプーンあるんで、はい、とりあえず 5g。 ここで 5g、 うん、ここで、この中に詰めるような感じ。はい、ダッシュで。了解です。はい、5g。 そう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 、いいやだって、ダット計算したらこれだけで30万ちょっとあるもんね。えぐない？なるべく綺麗にした方がいいですね。まあ普通に入ってくるで。10は何パック？ 10g？ うん、今日 10g ええんちゃう？いいの？あ、いらんと思う。ほら、下げて。もうだもんな。パック、やらした、震えながらやってたもんだって。本当ですか？で、ここ割れてるのかな、他のところ。で、こう。同業者っしょ。うん、同業やな。今これ二人で作業してるけど、普通にこれだけで言ったら、一番防衛班に引っかかるんかな。もう、持ってるっちゃ持ってるけど、持ってないと思ったよ。今気づいたんやけど、髪の毛赤やん、私。そうっす。え、すげえ。あ、そうなん。赤色やん。で、普通に、もう髪の毛赤色なんですか？赤色です。へぇー。かっけえ。そんなん、そんなんや。結構、赤が好きなんですよ。あ、そうなん。一回ちょっとだけ近づきます。すり足で、ちょっと。
おい、マジかよ。やめろって。帰ってこい。マジかよ、この距離3メートル。やばいって。ジップロックの音聞こえる。ここから永遠に梱包してるんですよね。渡辺さんからこんな感じで来てるよ、練習。10分ちょっと遅れてますぐらいで、一応なんとなくは言うてんねんけど、うん、あんまり遅なったほんでここに近隣帰ってくるからさ、うん、そうやね、その前にさっき退散せなかった、うん、あれやな、換気しといたら全然ちゃうね、うん、毎日つきまわったんね、これ、うん、あの見てんところでやったら、うん、これ1個持って帰るか、1個ぐらいとバレるんだよ。ちょっとええ。それに。まずい、それこそ罪悪感が半端ない。あ、そういうの。2つぐらい行ってもバレへんやん。あの、絶対バレへんやん持って帰ったら、これ。一応、あの、一緒行けな、俺の電話番号。あれって、お前の兄ちゃんの見てるってさ。気分悪かったりしないの？大丈夫。頭痛かったりしないの？はい、大丈夫。あの、もう今連絡取ったところ、めちゃめちゃガチガチで死んできてて、ガチガチ雰囲気が、もうそれ突撃したいんですけど、はい、ちょっとパトカーのサイレン。なるほど。あるんで、素材が、はいはいはい。それ鳴らしてもらって、近づいて、はい、突撃しようかなと思ってます。しましょう。うん、ついに、やっとできる。ついにやっとできる。じゃあ行きますか。行きます。ミュージック、スタート！バン！詰めて3万はないってさすがです。待って、汗だくじゃん。そうだよ、いくちょっと全身しびれてる。麻痺ってよかったよかった。末端もしびれてる。バックじゃない、リアクションできないの。できない。そうよね。お尻や、お尻やバカうまい。俳優？撮影結構やってる方が何もやってない。バカうまいです。名俳優。リクがね、友達がやったことあるって言うから、もう全然やってるって言うっていう、こう絡んでるから安心してたからさ。確かに小麦粉だもん。小麦粉だよ。匂いしてね。小麦粉の匂いすんの。俺もした。でも分かんないからね。そう、分かんない。本物がね。めっちゃ、ね、こんなもんなんだと思っちゃう。ああ、なるほど、なるほど。本当にうますぎ。リクはね、うん、俺頑張ってんだよ。うん、説明したの、彼女が日常生活で。あ、ちょっとドッキリしましょうや、みたいな。全部です。もう、好きぐらい前から。ピーポピーポも鳴らしてきたってことか。あ、でも、ビビった？あれ。ビビったよ。怖い、マジで。絶句でしたね、ちゃんと。絶句？ちゃんと絶句でした。こんなリアルなドッキリを絶句するって。確かにね、信じすぎたゆえの。いやー、やべえ。そう、お二人も本当にありがとうございました。すごい。本当にありがとうございます。いや、安心の。確か、一人だからいいよ。いやー、お疲れさん。いい仕事だった。
いや、すごい名俳優です本当にあのやりやすかったんよ。説明してもすぐ飲み込んでくれて。どうだったリク？リクもね、マジで頑張ってくれたんよ。カズシ君もっとなんかうわーみたいな、ね、予想してたのかなとかって思ったら、いつものこのひょうきんな感じかなとか思ったら、もう初めて見た。ガチなんかもう、ね、すごい半切れみたいな。半切れ半切れ。いや、分かったでしょ、これ歴史に残るいや、ちょっと流れになったマジで。服着たらありがとう、ぜひチャンネル登録。よろしくお願いします。こんな手伝ってくる人いないんでね。あ、一応のビリヤード店の店長。あ、どうも、ビリヤードロックの店長です。松原店で、もう皆さん、ファンの皆さん、ビリヤードしましょう。あ、かっこいい。いいな、行きたいな。この動画が少しでもいいなと思ったら高評価、コメント、ツイッターとインスタのフォロー、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう絶対ついてくだよいや、ほんとよ。